種なんですか。これね、お花屋さんにやってる品種と同じです。いや、観賞用。そうです、観賞用。もともと観賞用だったんで。いや、じゃあ、はい、まず食べてみて、観賞用。そうですよ。じゃあ、松永さん、食べていただきます。いらっしゃったじゃないですか。ちょっと私は抵抗があるんで。まず、松永さん、代表して。じゃあ、これマリーゴールドですね。マリーゴールド。マリーゴールド。さあ、これ頼む。マリーゴールド。マリーって、本当にマリーゴールド。おいしい。おいしい。どうしよう、目は無理してません。どこで。
花自体そんなに強い味じゃないから、うん、よく合いますね。そうですね、はい、後でいい甘さがしますよ、うんうん、ほんまにお花のすごいいいアクセントになる、うん、女性のすごくな、女性がすごい。さあ、ここからは旅サラダ1分クッキング、ということで、お家で作ったら盛り上がること間違いなしのクッキングを、はい、奥様に1分で作っていただきます。今ちょっとね、見えてないけど、ここになんか始まってるんですね。皮ですか。そうですね、はい、皮、はい、それでそこにエビを入りました、はい、で花を移って、何の花でしょうか。これは先ほどのプリムラですね。はい、じゃあどんどんお願いします、はい、これはじゃあ家庭で簡単にできるって感じですね、そしてそれがあ、だんだん分かってきたかな、はい、何ができるか。これで開きます。はい、一回まずここ、はい、あ、もう正体が見えてきましたね。いやー、これでローストビーフですったら大爆笑ですよね。ローストビーフな、そうですね、向井さんいいとこついてきました、はい、して、はい、で お好みで生ハムを入れて、いいあー、また始まる、完成。ありがとうございます。2人で食べたら誰も喋れないでしょ。